初心者を上達させる企画。この企画は初心者の方に実際にトータルギターメソッドをお使いいただいて上達する過程を公開する企画です。女子高生のめぐちゃんに協力いただいてます。今回はですね、ロックのリズムギターに挑戦します。トータルギターメソッドのリズムギター編の20番台、トータルギターメソッドのリズムギター編には100個のコンテンツが用意されていますが、その20番台は10個ですね、ロックギターのリズム、ロックのリズムギターに集中するコンテンツが並んでるんですね。そのうちの今日は23番をやりたいと思います。これ普通にパワーコードをですね、これだけじゃなくて実際ちょっとクーアンティシペーションっていうんですけど、ここね、わかります？偶数小節の B を弾くときに反拍前からクって弾く弾き方なんですね、はい、あまりその用語を知らなくてもいいので、アンティシペーションとかね、この書いてある通り弾いてみてください。うまいですね、はい、で複数の弦弾くときは一番高い音をリズムに合わせるといいと思います。うまいですね、はい、初心者の方、みゆきちゃんすごく上手なので不思議に思うかもしれませんけど、私たちは、撮影前に今日はこの項目を撮影するので練習しておいてくださいと言って、みゆきちゃんに家でたくさん練習していただいてから撮影に臨んでますので、こうやってすぐできるわけですので、この場ですぐできるようになったわけでは、ありませんので、それを申し上げておきます。これたくさん練習したうまいもんね。テンポをね、そのぐらいのテンポでキープできるのってすごいんですよね。一緒にやってみましょう。はい、うん、バッチリですね。いいと思います。複数の弦弾くときは高い方の弦をリズムに合わせるということだけ今回のお勉強のこととして覚えておくといいと思います。ロックのリズムギターを弾いてみる動画でした。それではご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。今銀座に来てます。今から2020年のカバン買いに行きたいと思います。カバンはですね、トータルギターメソッドコンピューターを入れるための大事なカバンですので、ちょっと慎重に選びたいと思います。さっきですね、見てきたら銀座のベルルッティというところにいいカバンがあるので買いに行くかと思います。ここはですね、アワーグラスといってですね、ここのオープニング時は私はゲストで招かれました。その前にですね、カルティエがあって、その横にあるんですけども、じゃあ今から買っていきたいと思います。今買ってみましたら、また後で開けたいと思います。